浅草からお届けいたします。浅草の方に来ております。大好きな浅草でございます。用事もありました。浅草の方に来ております。いいですね。やっぱりなんか、まあ、解除もされたっていうことで結構人もいっぱいいらっしゃいますね。ちょっと用事を済ませてしまいましたのでちょっとプラリしたいと思います。眩しい。にぎわってますね。まあ特に用事を済ましたので、まあ、あてもなくブラブラっていう感じなんですけれども、ちょっと気になるですね、お店があるのでそっちの方行ってみたいと思います。天気もいいし気持ちいいですね。ハイボール来ました。いただきたいと思います。ハイボール、すごいイチゴの風味のあるハイボール美味しいですね。一度食べながらハイボール飲んでいるのがそんな感じですね。今日はあれです、浅草も結構やっぱり解除されたみたいで人も出てらっしゃいますし、平日なんですけれども、あれですね、11月も近いっていうことで七五三の可愛らしいお嬢ちゃんとかがいらっしゃったりするので、着物を推進派としてはすごいやっぱり嬉しいですね。天気のいい時にね、やっぱり七五三とかはねちゃんとお祝いしてあげた方がいいですからね。すごい美味しいです。またお昼間から飲んでしまいました。
ゲーマーに順番に行きます。お次が、安納芋の冷製スープでございます。そのままお飲みいただけます。お次が鶏の白レバーのムース。お次が鶏肉の詰め物をしたお料理、インボルティーニ。こちらゴルゴンゾーラチーズ、パルメジャーノチーズのソースでございます。お次が北海道産モッツァレラチーズとトマトのサラダ、ノルウェーサーモンの自家製マリネ、ブロッコリーのアーリオーリオアンチョビ風味、最後に真ん中がパルマ産の生ハムでございます。それではこちら、どうなんだろうね。でもなんか私そのさ若い頃にさ